こんにちは、シムです。今回は脇田先生との第2局目ですね。こちらの角換わりの要求をそのまま受けていただきまして、角換わりの将棋となっております。ご覧ください。はい、ごきげんよう。指導対局いるんかな、先生。おお、音声が小さいですね。はいはいはい。じゃあ、ですね、定番の取れてるかなを先にやった上で、はい、行きましょう。じゃあ、はい、行ってみましょう。脇田先生、さあ、よろしくお願いします。代わりかね。右玉でしょうか。読めないっすね、これだと。こちらも待たざるを得ないっす。挨拶はする主義です。はい、行きましょう。まあ、相手の選択肢は狭く、こちらの選択肢は広くというのが基本ですので、そうだよね。下げてくるよね。よいしょ。かけてこいってことなんでしょうけれど、桂馬の向こう側の桂馬の頭の上の歩をつくかつかないかで今迷ってます。これはまあ取ってくると思うんだけど、取ってこないのがね、取ってこずに銀上げて、おお、悩みどころですね。この銀をですね、まあ、上げといてからのですね、
手番通りに行きますか。歩がないので歩がどっかで補充はしたいんですけれどね、もうこうかなと思います。おお、考えてなかったな、すげえな。しょうがないですかね。7分。先生の本気を感じますね。一旦横寄って多分取ってくると思うので、徹底してますね。難解な局面にしてしまいましたね。ですね、ややこしいな。手数はたくさんあるんですけど、どれもなんかあんまりまともじゃない気がしてしまうんですよね。5分。
取ったらこうか。取るわけにいかないんですね。走るわけにいかないので。難しいですね。しびれましたね、これ。おお、どうしよう。どれも守る方を選択すればいいのかもしれないけれど、思い切っていってみましょう。手作り失敗してますね。純粋に守っとけばよかったですね。2分30秒。こらえるしかないですね。
1分30秒。まずったかな。どうなるこれ。30秒。20秒。参りました。無理に攻めずに守っとけばよかったんですね。発生すべき点はまだ多いですね。迷ったら攻めてまいりますからね。優勢だったんですね。困ったらまた呼ぶがいい。3段ぐらいですか。まだまだですね。では一旦切らせていただきます。それでは脇田先生との対局を振り返っていきましょう。序盤が5段、中盤が2段、終盤3段ということで、まあそこそこ悪い出来ではなかったのかもしれません。大幅に外れがなかったというのが正解なのかもしれませんが、で焦点となった局面なんですが、戻してですね、お互いそうですね、2筋と8筋をまあ焦点としたところで桂馬跳ねたとこですね。こうね、まあ2筋桂馬取られるの嫌だと言って跳ねたところで、でその後はですね、飛車で歩を取って取られて、で帰ってというふうに進んでいきますね。これ成金できて以下攻められモードでしたね。反撃のチャンスもなかったと思います。でこうするのではなくてですね、ここで桂馬跳ねられた時にもうなっちゃってくださいと、すると、4五銀とですね、桂馬取って、まあ、強者取り返して以下この手順でもこれどうすんのかなと思うんですけど、こちらの方がまだ反撃のチャンスありましたよと言っています。てか、まだ互角だったのかなと思いますかね。難しいと思うんですけどね。4四銀
金ですか、香車ですか。4四香車とか4四金とか2三角いろいろなんかパッと見いい攻めがなんか思い浮かばないですけど、もしくは2一角とかで行くんですかね。まあその後の変化がまだ広いとは思います。ただそうですね、攻められ一辺倒だったこと考えればまだここでチャンスはあるのかなっていうのは思うところです。で、脇田先生からはですね、どこまで行くのかな、うん、ここですね。1五歩とついてですね、まあ端歩取ってもらって攻めの勢いをつけようとして、まあ打ったこれ歩を進めたんですけど、この局面ではなくて、ここで歩を進めないで将来的に4五の地点に桂馬を跳ねるんですけど、これこの局面の時に4五の地点にちゃんと紐がつけれるように1八の地点に角が打てるとよかったんじゃないですかということを言われました。桂馬の価値が非常に高い一局でしたねっていうことを書いていただけました。以上です。というわけで脇田先生との対局でした。途中で飛車の筋を変えたところですね、撃退されてまた元あった筋に戻ったりとかですね、そうですね、少し無駄の多い対局だったなとは思います。ま、反省すべき点は反省して次に生かしていきたいと思います。脇田先生からは桂馬の価値が非常に高い将棋でしたねというコメントをいただきました。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録ボタンとグッドボタンをお願いいたします。それでは次の対局でお会いしましょう。